さあ今回はアクロトライアングルビビット、巷の噂通り水草は育たないのか検証結果の動画となります。グローとブライトと比較して水草が育つか育たないのか、また水草育成のサインの他にもアクアリストが気になるあの問題の影響も分かってきたので、ぜひこの動画最後までご覧ください。はい、どうもビバです。皆さん、こちらの動画はご覧いただけたでしょうか。この動画はアクアリウムで使われる LED ライトのビビットという商品、これが水草があまり育たないんじゃないかという噂があって、実際に本当に水草が育たないのかどうかを検証する動画です。水草水槽をやる方は一度は検討するであろう LED ライト、アクロトライアングルシリーズ。これは独特な見た目なんですが、価格も安くて、しかも性能もいい、とてもコスパのいいライトで皆さんから愛されています。ラインナップとしてはアクロトライアングルグロー、アクロトライアングルブライト、そして最新モデルのアクロトライアングルビビット、他にもいろいろモデルはあるんですが、この3つが主流かと思います。ただ先ほども言った通り、最新モデルのアクロトライアングルビビット、これが水草があまり育たないという噂がちらほらあるんですよね。我が家には幸いアクロトライアングルグロー、ブライト、そしてビビット、3モデル同じサイズのものがあるので、せっかくだから同じ水槽で同じ水草を同じ数だけ植えて、同じ環境の水槽を3つ同時に立ち上げて、この3つの LED ライト、水草育成にどう違いが出るのかを検証しようっていうことをやってみました。 Twitter とか YouTube のコメント欄では、検証結果気になりますという声が多かったので、今回はぜひこの検証結果楽しんでいただければなと思います。ちなみに注意事項なんですが、この検証は個人が個人で用意できる環境で行ったものになります。なので検証結果については、あくまで個人レベル、何かしらの外的要因も影響するかもしれません。なので今回の検証結果が別の方の検証ではまた違う結果になるということも起こり得ます。その点はご了承ください。では前回の動画見てない方のために、今回の検証環境をご紹介します。今回は同じサイズの水槽で水草水槽を3個立ち上げました。植えた水草の種類についてはこちらの図の通りになっています。そして苔取り生態としてラムズホーンを5匹途中で導入しています。本当はエビ類を入れたかったんですが、ニューラージパールグラス植えてるので、これが引き抜かれないようにラムズホーンにしています。あとは CO2 添加を6秒から8秒に1滴、小型水槽なので緩やかなペースで添加をしています。 LED ライトの照射時間は昼12時から夜9時まで、 CO2 の添加も LED と同じになっています。そして各水槽は黒い板でお互いの光の影響がないように仕切りを入れています。また部屋の明かりや環境光とか、これもなるべく影響がないように水槽全体を黒い仕切りで覆っています。一応環境についてはこんな感じで、今回の検証を開始したのは4月の27日。経過観測として4月29日から1日1回写真を撮影しています。この写真を比べれば水草がどのように成長しているかわかると思うので、こちらも見るのを楽しみですね。それでは検証結果を見ていきます。それでは気になる検証結果、検証開始から約半月後の姿がこちらになります。はい、どうでしょうか。左からビビット、グロー、ブライト、水草の成長具合としては噂通り、若干ビビットは水草の成長が遅いですね。一番良かったのは意外にブライト、一番右の水槽ブライトが水草の成長一番早いです。次に早いのは真ん中のグロー、そして一番遅かったのは左のビビットですね。続いて4月29日から5月15日まで1日1回撮影した水草の成長経過を見ていきます。それでは各水草の様子を見ていきます。まず前景層のニューラージパールグラス、これはやっぱり光が強い方が成長しやすいのか、
ブライトが一番成長してますね。実はビビットとグローは明るさ的にはそんなに変わりもありません。ブライトだけ特出して明るいライトなので、どうしても光量不足になってしまう背の低い水草にもしっかりと光が届いた結果、ニューラージパールグラス一番成長してるんじゃないかなと思います。陰性水草のミクロソリウム、これはやっぱりそんなに差はないですね。成長がゆっくりな水草なので特に差は感じられません。そして赤系水草のロタラレディッシュとその隣にあるロタラインレイ、こちらはどの水槽でも順調に伸びています。特にロタラインレイは途中から枝分かれしてボリュームアップしています。ちょっと残念だったのは左のロタラレディッシュの後ろにあるガイアナドワーフミリオ、おそらく導入時の状態が悪かったのか、どの水槽でも全然成長していません。水質が合わないのか状態が悪かったのか、初めて使った水草なのでちょっと判断つかないんですけど、残念ながらちょっと腐りかけかもしれないですね。そしてその右隣にあるオレンジミリオフィラム、これはグローとブライトのものが著しく成長しています。立ち上げから2週間ちょっとで水面に達するほど。葉っぱのサイズもビビットはちょっとこじんまりして小さいんですけど、グローとブライトはとても大きく育っています。そして後継エリアに植えたパールグラス、こちらもブライトが一番成長しています。ただどの水槽も底床付近では匍匐するパールグラスもあって、どの LED ライトでも成長には勢いがあります。というわけでアクロトライアングルビビットは水草が育たないか検証結果をまとめると、まず一番水草が育っているのは全体的なボリュームから見ると右端のアクロトライアングルブライトです。こちらは明るさが2000ルーメンに近いので明るさの暴力といった感じですね。そして水草が同じぐらい成長しているのは真ん中のアクロトライアングルグロー、こちらは評判通りですね。そして今回の検証のきっかけとなったアクロトライアングルビビットは他の2つと比べると 10% か 20% くらい水草の育成は遅いという結果になりました。噂は本当だったんだ。じゃあ検証お疲れ様で終わるのはちょっと待ってくださいね。皆さんこの3つの水槽を見て何か気づきませんかね。そう、右と真ん中ブライトとグローは苔がひどいんですよ。これはもう皆さんお気づきかと思うんですが、水草が成長するということは苔も成長します。実際にブライトとグローは糸状苔なのか青緑なのか、もやもやとした苔が生えてるんですよね。まあ苔というか藻類というんでしょうか。これが水槽全体的に広がっていて水草にも絡みついています。それに比べてビビットは苔の勢いが弱いんですよね。全体的に苔の量が少ないというか苔の勢いがありません。つまり水草が育ちづらいっていうのは苔の成長も遅くなる。一概にビビット水草が育たないっていうのを悪と捉えるのはちょっと早計かもしれないですね。実際に2週間ちょっとでこれだけ水草育ってるんだからいいじゃないかという人もいると思います。これで苔もあまり生えないならね、全然デメリットではないとも取れます。逆に苔は生えてもいいけど水草をガンガン育てたいっていう人はこちらの2つ選ぶのもありだと思います。これは単純に LED ライト選びが水草育つ育たないで判断するんじゃなくて、苔の発生しにくさも LED ライト選びの判断材料になるんじゃないかという、そういったところも分かったいい検証なんじゃないかなと思います。手前味噌ですが、水草育成の違いについては以上なんですが、やっぱり LED ライトの検討材料としては水草の見え方もあります。この見え方の違いについては前回の動画で紹介しているんですが、できれば見た目の色合いの良さと水草の育成スピード両方欲しいっていう欲張りセットな人もいると思います。そこで次の動画ではこのビビット、グロー、ブライト3つの LED ライトの組み合わせた色の見え方、つまりビビットとグローの2等付け、ビビットとブライトの2等付け、グローとブライトの2等付け、この組み合わせの色の見え方の比較をやっていきたいと思います。ビバークは個人的にはこのビビットの色の見え方、 RGB ライトに近い見え方でとても好きなので、なんとかこのビビットの色合いは活かしたいところ。このビビット、グロー、ブライトの3つの LED ライトの組み合わせ、興味のある方はぜひチャンネル登録、通知をオンにしてお待ちください。というわけで今回の動画は以上です。それではまた。バイバイ。